スタンリー・クニッツ、スタンリー・クニッツはアメリカ合衆国マサチューセッツ州ウースター出身の詩人。ユダヤ系、ロシア系、リトアニア系の血を引く家系に生まれ、下手職人だった父はクニッツが生まれる前に自殺した。15歳の時に家を出て、肉屋の手伝いを経て、ウースターの新聞記者となった。1926年にハーバード大学で英文学を学ぶ。 大学院への進学を望んでいたが、アングロサクソンの学生は、ユダヤ人に教えてもらいたがらないと告げられる。ハーバード大学を出た後は、ウースターで再び記者を務めた後、ニューヨークで編集者として働く。1930年に初めての詩集を出版。第二次世界大戦中は、良心的兵役拒否を行った。戦後は、多くの大学で教師のキャリアを積む。 1959年、セレクテッドポエムズ1928から1958でピューリッツァー賞主部門を受賞。1974年から1976年までアメリカ議会図書館でポイットロリオットコンサルタントとして務めた。ルイーズ・グリュックをはじめ多くのアメリカの詩人に影響を与えた。1993年に国民芸術勲章を受賞。 1995年、パッシングスルーザ・レーター・ポエムズで全米図書賞を受賞。プロビンスタウンにファインアーツワークセンターを、ニューヨークにポエトリーハウスを設立するなど、社会活動にも熱心だった。2006年にマンハッタンで没した。ありがとうございます。